皆さんおはようございます。タクシーチャンネル健太です。本日はタクシードライバー1日のお仕事について動画を撮っていきたいと思っています。今は、営業の準備をしてますね。天候を受けてこれから営業するための準備です。これ実際撮ったのは9月の21日水曜日の営業を動画で収録しています早速ここでナビがバグるってトラブル発生ですね。影響エリアについてちょっとまとめたものを載せておきます。タクシーには営業エリアがあるので、この営業エリアのルールに従って営業しなければならないと。休憩中のトイレ問題結構深刻ですね最近。そう、この日は人手も売り上げも普通すぎて、なんか何も特別なことはなかったっていう珍しい感じなんですけど、綺麗ですよねここ。うまいこと動画撮れました。で2回目の休憩今入ってるんですけど、食事はだいたいこの時間帯に1食取ります。そうです、この日はおにぎりを1つしか持っていかなかった。お腹が空いてお蕎麦を食べてきました。だいたい蕎麦とかラーメン出てくるものが早いので、そういった麺類ですね食べることが多いです。22時からはタクシーは2割増しの料金体系に変わるんですけど、その前に最近は長距離が出ることが多いです。コロナ禍に入ってから変わりました。そういった流れになります。この日は人手にも特徴がなく、売り上げにも特徴がなく、淡々と積み上げていくような日でした。
してるとここの景色いいなみたいなポイントを通るとこうやって撮ってみたくなりますよね。あとタクシーの仕事一人でやるので嫌なことがあった時に自分の気持ちをうまく立て直すことが非常に大事です。4回目の休憩になりますか。ここで仮眠を取ります。休憩の回数や1回の休憩時間などは自分で決めることができます。場所もですね。なのでそのあたりはすごく自由な仕事なのかなと思います。そうですね、朝の時間帯が一番お客様が多くて乗せるのは簡単な時間帯です。1日の走行キロ数は360キロ以内だったかな、うん、中に収めれば大丈夫なので、今日は308キロでしたっけ。だいぶ余裕はまだありますね。今回も見ていただきありがとうございました。日々タクシーに関する情報を発信していきたいと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。